はい、死ぬまで検討しておこう、コウキです。よろしくお願いいたします。ちょうどね、今この動画撮ってるのが、ちょうど1週間前になります。で、腕トレーニングの撮影になっております。で、実はですね、6月1日から実は減量をしておりまして、もうちょっと2、3キロ、もうちょっと落ちたんかな、それぐらいちょっと一応落ちてはいるんですけども、で、コンディションも正直良くて、で、去年はね、減量をちょっとね、失敗というか、絞り切れずに大会に出てしまったっていうところで、ちょっと言い訳にはなるんですけれども、ちょっと仕事の事情もあって、なかなかご飯が取れなかったりとかっていうところで、ちょっとしんどかった部分があって、ちょっと欲が出て、好きなものをちょっと食べてしまったりとか、途中でっていうのがすごい我慢できずにっていうのがすごいあったので、今年はというか、仕事をちょっと5月末から辞めて、今ちょっとジムでバイトもしてるんですけど、結構環境も整っていまして、で、バイトの時間もね、3時間4時間とかで、結構、ご飯はしっかり、暴飲暴食じゃなくて、暴食、せずに、済んでるっていうようなところですね。なんで、かなりなんかこれ食べたいっていうのも特になく、スムーズに減量は進んでるかなって感じですね。で、一応なんで減量してるかっていうと、9月の末にちょっと宮古島に行くっていうので、それまでにちょっと腹筋バキバキにはちょっとしておきたいなっていうので、体脂肪 10% ぐらいまで、持ち込めたらいいかなっていうので、で、増量というか、減量する前がちょうどね、90キロぐらいありまして、91か2キロぐらいかな、ありまして、で、去年の大会出た時は多分73とか4ぐらいで、で、正直絞れきれなかったんで、あと脂肪だけで2、3キロとかっていうところやったと思うんで、目安、宮古島行くまでに78キロぐらいまでにはちょっと、したいなっていうようなところですね。78、7キロぐらい。で、今ちょうど体重がですね、6月から始めて、今これ撮ってるのが6月25日なんですけど、現時点で86か7ぐらいをこう行き来してるような感じですね。最近の減量、すごいね、ストレスフリーで、ご飯も美味しく食べれてて、野菜もしっかりとって、結構いいコンディション的にはもうすごいいいですね。本当に仕事の時はね、結構筋トレがおろすかになる時もあれば、なかなか時間が作れなかった時もあるんですけども、今本当にバイト以外、あとはなんか実はオーストラリアにちょっと一応予定ではあるんですけど、ちょうど年末に行くことになりまして、一応それで英語の勉強もずっとしてるっていうところで、あとそれといろいろとちょっとお金の勉強であったりとかっていうのを一日でこうずっと毎日毎日してるんですけど、本当にね、自分でスケジュールできるんで、筋トレにすごいフォーカスできてるなっていうところがありますね。なんで前と違い、筋トレの質であったりとか、意識が全然前と違うなっていうところで、筋肉がすごい調子はいいですね。で、今のね、僕の分割のスケジュールなんですけど、まず背中と肩の後ろをして、で、その次の日腕で、1日空けて、胸と肩の前と前、チューブと、全部で、その後に、その次の日に足っていうので、2日やって1日休んで、2日やって1日休んでっていうのが、基本的に今の僕のルーティンになってます。で、ちょうどね、強度的にもちょうどね、これが今すごい、うまいことこう筋肉痛が治ったりとかっていうのは、すごくうまいこと回ってるなっていうような感じですね。で、またね、食事もちょっと乗せていこうとは思うんですけど、今の食事の内容はですね、朝にイングリッシュマフィン2つと 目玉焼き1つとプロテインで、プロテインはね、エクスプロージョンのプロテイン使ってるんですけど、3kg7000円ぐらいでめっちゃ激安なんですけど、もうこれ僕5年ぐらい使ってるんですけど、じゃあこれの、そうですね、これの100ミリリットルコーヒー、無糖のコーヒーと水
で、いつもこれで割るとすごいコクが出るんで、皆さんも試してみてください。で、本当に腹がもうちょっとお腹が空きすぎてるときは、まあ、そこにプラス、今ヨーグルト、もしくは、まあ、コーンポタージュみたいな、コーンスープみたいな、まあ、50キロカロリーぐらいなんですけど、まあ、一応それを飲んでます。で、2食目、3食目、4食目なんですけど、まあ、基本1日僕、まあ、バイトがある日は5食食べてるんですけど、バイトがない日は4食とかなんですよ。で、一応まあ、2食目はまあタコスみたいな胸のミンチ使って、まあカロリーオフのカレー粉を使って、一応それでまあいろいろとまあサルサソースも使ったりして、まあ、すごい美味しく食べてます。で、あとはまあ鶏もも肉の皮剥がいたやつで、まあえのきじゃない、しめじと玉ねぎと、あとはまあ砂糖とかもちゃんと甘味料の粉のやつを使ってて、まあ、それでうまいことこうなんですかね、こう美味しく食べれてて、まあ、ある程度レパートリーもあったりして、でスーパーは8日に1回行くんですけど、8日に1回行く時のその日の1食とかは、まあ、海鮮にしたりとか、まあ、海鮮はちょっと置くことできないんで、まあ、一応そういう風にしたりして、でも夜は、まあ、胸肉を、まあ、片栗粉と、まあ、日本酒で和えたやつを、まあ、そのまま油なしで焼く。でもそれがもう中がめちゃめちゃふっくら焼かれるんで、もうパサパサの胸肉は卒業しました。皆さんもぜひ試してみてください。ちょっとまた作ってる動画とか、また一応そういうのもね、見たいっていう形であれば、コメントしていただければ、もしあれだったらもう食事の動画も作りたいと思ってます。で、大体まあ1食600キロから700キロカロリー、まあ、600キロカロリーぐらいかな。で、ローファットダイエットっていうのは、まあ、ほとんどまあ脂質を取ってない状態になっているんで、本当にね、脂質も1食 3g、4g ぐらいになってますね。で、1日のまあ摂取カロリーがだいたい2400から2700ぐらいですかね。うん。3000は取ってないですね。で、4食目はね、炭水化物抜きしてるんで、結局まあ1日の炭水化物、基本的にイングリッシュマフィン2つと白米 300g なんで、まあ、あんまり炭水化物も取ってないんですよね。まあ、でもそれでもまあ全然正直なんかめちゃめちゃお腹すいたっていうので動けへんとかっていうのも今は全くないんで、まあ今のうちはね、すごい体も元気なんでそれで生きてると思うんですけど、まあ本当にちょっとしんどくなってきたら、まあ4食目5食目もちょっと増やしたりして、炭水化物もちょっと増やしていこうかなと思ってますね。で、本当にまあ体力というか、まあ筋トレがまあすごい効率よくできて、まあカロリーが食ってる時とかは、まあ夜にまあちょっとさつまいも食べたりとかっていうふうにはしてますね。なんで、まあ前と違うのが、本当にね、もうずっと家にいる、家で勉強して飯食べて筋トレ行ってみたいな、まあ、普通に結構マンネリ化というか、すごいそういう生活ではあるんですけども、まあ今までにないのことやったんで、まあ仕事してたらまあできひんような環境ではあるんで、まあでもよくよく考えると、まあこの生活が普通なんちゃうかなっていうふうにちょっと思ったりもしてますね、正直なところ。仕事をしててちょっとね、仕事っていう風になってたんで、だからすごいね、有意義にね、充実した生活をね、今はねしております。はい、長くなりましたね、ちょっと。でですね、一応ね、またマッチョ会、まあ LINE でまあ入っていただいてる方もいるんですけど、一応7月5日デルタフィットネス24時間のジムでちょっと合同トレーニングをしたいとは思ってますんで、まあ、今のところね、ちょっとまだ2人というところで、まあ、それでも全然もうありがたいことなんですけど、まあ、どんどんその、まあ、筋トレ大好きな人らをちょっと集めていきたいなっていうようなところですね。ちょっとね、話したいことは話せましたね、だいぶ。でね、筋トレもね、もう正直なんか自分の効く種目しかもうほぼやってないですね。で、自分がでかくしたい部分の、まあ、筋トレのこの種目をやってるって感じで、まあ、もう結構マンネリ化というか、まあ、ずっと同じことをひたすらやってるって感じですね。で、重さをね、ちょっと扱う、重さをこう追求するってなるとね、やっぱり関節とかがやっぱりちょっと痛めてしまうことがちょっと最近多いので、どれだけ筋肉に効かせられるかっていうので、ちょっと最後におまけにちょっと杉本さんを映しておきます。ジム仲間になります。胸筋バケモンです。背中もね、結構ゴツゴツしてて、
本当にね筋トレが心から大好きという方ですね。この方にもあのマッチョ会入っていただいてますんで、いいですよねジムのなんかコミュニケーション取れるっていうのは。ありがとうございました。ではまたよろしくお願いします。